金ピカ思ってた以上に豪華だった。豪華そうじゃねえわ豪華だわ。え、何、王様いるんですけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラクジュエーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、今回は春をテーマにした桜がたくさん咲いている大自然村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベリでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ってことで大自然村に出発。はい、大自然村に到着。いいね、早速桜が。夢の世界へようこそ。あなたは今大自然という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは魅力の大自然の世界をご堪能遊ばせ。ほい、こういう感じで桜がいっぱい咲いてる村。そして花ももちろんいっぱい。春をねコンセプトにした村らしいので、さ、一軒目の家に行きたいのだけれど、あ、もしかして私服忘れてきたりとかしてるその辺をね最初にきっちり見ておかないと。もしかして出発してこっち側に大丈夫か。あ、大丈夫だね、よかったよかったそう、なんかたまにねこう、あれ、ないなかったみたいになって、で後から、あ、すみません、あっちに置いてたんですって村長さんに言われることがあるけんそういうのはきっちりと確認しておかなければはい、それじゃあ1軒目の家はここだね。どうも君はロボかい。見ねえ顔とかおめえ客人だな。まあゆっくりしてってくれだな。おしゃれな服着てるね、いいやんそれ、ベスト。え、もしかしてびっくりした、スカート履いとんかと思った。さすがにそれは違うか家の中におるんかな。じゃあお邪魔し、お、これはヒーローヘルメットや。お邪魔しますね。ん、何これ。あ、ポテチや、ポテチえ、何、ポテチ大好きポテチ大好きなの。いや美味しいけどね、見てこれすごくないえ、すごくない、どこ見てもポテチなんやけど。ポテトチップス、薄塩。そして見て、ポテチのベッド。あ、横のライトまで。ポテチ。そして、手前の、あ、すごい、こっち乗り塩や。これ。椅子、あ、待って、ちょっと同化してて見えなかったわ。どうも。ポテチさんっていうのね。なるほど、なるほど。ポテチ美味しいな。ポテチ美味しいよね。最近私は、片揚げばっかり食べてるんだけど、片揚げポテト。美味しいよ。薄塩味。良きだね。ポテチハウスだった、一軒目。いや、ポテチ愛に溢れてるわ。私もなんかポテチのさ、新しい味とか出たらやっぱ食べたくなるもんね。あ、どうも。もしかしてみんなヒーローヘルメット被ってる？だからか。じゃあ私も参加する。イェーイ、これで仲間入り、私も。この子はプリッツじゃないのか？ですよね、プリッツ美味しいな。ってことで次はプリッツハウスですね。お？ヒーローヘルメット。なるほど、それぞれの家のってことね。私はこれを被り続けていこう。どれでも好きなのをどうぞってことやね。プリッツだ、プリッツ。見て、プリッツ。壁に、まあ、サラダ味の普通のプリッツ。これトマトプリッツじゃない？トマトプリッツもいいよね。これは？これあれかな？バターのやつかな？なんかローストバターみたいなのあることない？なんか最近はね、あんまり見かけんのやけど、ん？そうやね、なんか最近、バターのやつ見かけんな、プリッツ。普通に売りよんかな？なんかね、最近、この普通、サラダのプリッツとトマトプリッツしか見かけんのよね。これもまた別のやつ？もしかして。この細い部分に書かれてあるやつ。黄色いよね、あれ。
これもまた別か。すげえ。次は何やろうな。ちょ、ワクワクしてくるね。もうなんか次は何のお菓子かなっていうワクワク。カルビーとグリクル。お、お、お？この人は普通に。シュンさん、村長さんや。楽しんで。楽しみます。いいね、ピクニック。もちろん、あれやろ、お菓子は持ち寄るんでしょ。村長さんはやっぱちょっと豪華そうな家に住んでるのね。お邪魔します。へへ、金ピカ。思ってた以上に豪華だった。豪華そうじゃねえわ。豪華だわ。え、何、王様いるんですけど。え、村長さん、君もしかして王子か何かなの。これお父さんじゃない？え、すげえ、こんな時計とかあるん、すごー。金ピカシリーズもなんか見たことないようなものいっぱいあるな。まだまだ。ベッドに、これは棚かい？引き出しだね。うわー、すげえ。すげえよー。で、左の部屋へ。え、だってさ、みんなね、そう、ポテチさんもプリッツさんも、ワンルームに住んどんよ。ちょっとみんなに分けてあげてよ。一緒に住まわせて、ちょ、シェアハウスとか、どうすかね。絶対こんなにいらんやろ。何？何人家族？ゲームもあるし。今のところ外におった村長さんのシュンさんとこの王様？お父さんであろう。二人しか見かけてないんだけど。お、そして奥はなんか子供部屋やね。もしかしてさらに下に、静江さん。静江さんのことが大好きな妹か弟がきっといるんだね。なるほど、なるほど。ボールプールって楽しいよね。何の話やねんって感じやけど。ちょっと壁紙とか見て思いよった。ボールプールたまに遊びたくなるわ。この年で。お、右側。クリスマスやん。春をコンセプトにした村で。なんだなんだ、お金持ちだからって年中クリスマス気分なのか。いいないいな、クリスマスルームとかいいな。いつでもクリスマス気分が味わえるのね。ケーキとかさ、めっちゃいいやん。これ誰、あれかな、お兄さんとか。もしかしたらお母さんがあえてヒゲつけてやりよるかもしれんけど。これかわいいな、このランプ。クリスマスのやつよね、これも。よき、めっちゃよき。こういう時には友達呼んだりとかするんかな、クリスマスパーティーとか。でも入り口の威圧感がすごいもんね。はい、それじゃあ、2階へ。お、2階は、ハロウィンですか？2階はハロウィンだぞ。どんだけだよ。なんだよ、今度は秋かよ。やばー。めっちゃ集めとるやん。すごー。ね、もうお金持ちになったら季節なんて関係ないんだ。春を、一年、もしかして一年中春の村ってことか？だからこういう風に部屋で雰囲気を作らなければ、部屋で雰囲気を作らなければ、楽しめない行事ということかな。いや、そう考えるとちょっと。もちろんこれは他の村人たちにも提供してあげてるんだろうね。ご自由にお入りください的な。絶対見学行く。楽しそう。はい、そして地下へ。お、地下はキノコだ、キノコ。私こういうさ、ちょっと秘密基地的な感じの雰囲気超好きなんよね。森の中でさ、こういう空間に集まろ、みんなで。絶対楽しい。私なんかトトロみたいな感じの世界観がすごい好きで、めっちゃ好きで。いや、ほんと、ね。なんかいろいろさ、自転車でうろうろしたりとかするやん。うろうろしたりとかした時に、なんか出かけた時とか、めっちゃなんか、あ、ここ、トトロに出てきそう、みたいな。あ、ここくぐり抜けてったらトトロおるんじゃねみたいな。そういう感じの雰囲気とかすごい好きで、自然好きなんよね。いいね、いいね。さあ、そして、このね、まあ、村の、
真ん中ではなかったんか。ここに村長さんの家があったとして、次の最後の一軒は多分、また、お菓子であろうと思うんだけど、どう？みんななんて予想する？私、じゃがりこって思っとくわ、ちょっと。お、顔出し看板あるやん。桃。そして、オレンジ。いい笑顔だね。リンゴ。やっぱり、愛媛県民だから、オレンジの時にはいい顔になるよね。さあ、ここ B。ブルーだ。青だ、青だ。さあ、人は中かな？ってことで、お邪魔します。お邪魔しまーす。果物なんか関係あるんかな、もしかして。ん？はあ、じゃがりこ合ってる！じゃがりこ合ってる！じゃがりこ、じゃがバター。そして、じゃがりこサラダ。いやー、いいね。じゃがりこチーズ。ちなみに、私はサラダが一番好きやけど、でも、じゃがバターもいいなってめっちゃ思うよね。え、じゃがバター美味しくない？じゃがりこ、じゃがバター。よきよき。いや、私、明太とかでも全然大丈夫。え、じゃがりこ基本的にどれも好きだな。え？ってか、いないんですけど。じゃがりこさんいないんですけど。名前、じゃがりこさんでいいんかな。リコさんやったりして。女の子の可能性あるよね。リコちゃんっていう名前のことか。いいな、いいな。え、だってさ、あれじゃなかった？なんか CM とかさ、じゃがりこの CM。昔さ、なるみリコちゃんがやってなかった？あれ、今思ったけど、リコつながりってことなんか。あ、いた！あ、男の子だね。普通にじゃがりこくんやった。じゃがりこ美味しいな。ちなみに、ポテトチップスとプリッツとじゃがりこならどれがいいかと言われたら、どうやろう。でも私順番的にはじゃがりこプリッツポテトチップスって感じかな。なんとなく一番食べよるのはなんかポテチのイメージな人が多い気がするけど、いや、じゃがりこだな。美味しい。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、いいね、なんかでも村長と住民さんたちの格差がすごい。